典型的な動物細胞の模式図、核固定、細胞核、リボソーム、小胞、素面小胞体、ゴルジ体、微小管、活面小胞体、ミトコンドリア、液胞、細胞質気質、リソソーム、中心体紫を元の表皮組織。紫色の液胞が細胞の大部分を占める。この色はアントシアニンなどによる。液胞は、 生物の細胞中にある構造の一つである。電子顕微鏡で観察した時のみ、動物細胞内にも見られる。主な役割として、葡ウ萄ウ糖のような代謝産物の貯蔵、無機塩類のようなイオンを用いた浸透圧の調節、リゾチームをはじめとした分解酵素による不要物の細胞内消化、不要物の貯蔵がある。ちなみに、不要物の貯蔵についてであるが、 秋頃の紅葉が赤や黄色をしているのは液胞内に色素が不要物として詰め込まれているからである。液胞は細胞内にある液胞膜と呼ばれる膜に包まれた構造であり、その内容物を細胞液と呼ぶ。若い細胞では小さいが細胞の成長につれて次第に大きくなる。これは成長する過程で排出された老廃物を溜め込むためである。 よく育った細胞では多くの場合、細胞の中央の大きな部分を液胞が占める。植物細胞を見ると、往々にして葉緑体が細胞の表面に張り付いたように並んでいるのは内部を液胞が占めているためでもある。みかんなどの酸味や花の色はこの液胞中にある色素に由来している。液胞の機能と重要性はそれらが存在する細胞種によって大きく変わり、動物や 細菌の細胞よりも植物や菌類ある種の原生生物の細胞において顕著である。一般的に液胞の機能には次のようなものが含まれる。液胞はオートファジーにおいても主要な役割を果たし多くの物質や細胞内構造体の生合成と分解の平行を維持している。また細胞内に蓄積し始めた 誤って折りたたまれたタンパク質の分解とリサイクルを手助けしている。トーマス・ボラーらは、液胞は侵入した細菌の破壊に参加していると提唱しており、ロバート・ビー・メラーは、組織特異的な形態の液胞が強制細菌の収容に関与していると提唱している。原生生物では、液胞は、生物が吸収した食物を保管し、消化と不要物管理のプロセスを補助するという、 別の機能も持っている。液胞はおそらく緑色植物赤いの中で複数回独立して進化したと考えられる。収縮胞の星型構造は1776年にラザロス・パランツァーニに,によって原生生物で初めて観察されたが誤って呼吸器官とされた。1841年にフェリックス・デュジャルダンはこの星型構造をバクルと名付けた。 1842年、マテアス・ヤーコプシュライデンは、植物細胞において、細胞液を含む構造を、残りの原型質から区別するために、この用語を適用した。1885年、ユーゴード・フリースは、液胞の膜を、トナプラストと名付けた。フィラメント上陽細菌の3つの属の生物には、大きな液胞が見つかる。これらの属の生物の細胞質は極めて還元的で、 液胞は細胞の40-98%を占める。液胞には高濃度の硝酸イオンが含まれており、貯蔵のための細胞小器官であると考えられている。シアノバクテリアのいくつかの種にはガス胞が存在する。ガス胞はガスが自由に透過することができ、浮力の制御に利用されている。原形質分離を起こした紫を元の細胞。ほとんどの成熟した。 植物細胞は一つの大きな液胞を持っている。液胞は典型的には細胞の体積の30%以上を占めるが細胞種や条件によっては80%にまで達することもある。しばしば細胞質糸が液胞を通過している。液胞は液胞膜と呼ばれる膜に囲まれ細胞液で満たされている。液胞膜は 液胞の内容物を細胞質から分離するほか、細胞周辺のイオンの移動の調節や、細胞に有害、または脅威となる物質の隔離を行っている。細胞質から液胞へのプロトンの輸送によって、細胞質の pH が安定する一方で、液胞の内側はより酸性となり、物質を液胞の内外へ輸送するためのプロトン駆動力が作り出されている。また、 液胞の低い pH は消化酵素の作用を可能にしている。液胞は大きなものが一つだけ存在するのが一般的であるが、数やサイズは組織や発生の段階によって変化する。例えば、メリステムで成長している細胞は小さなプロバクルを持っており、カンタバ形成層の細胞は陶器には小さな液胞を多く持ち、下期には大きな液胞を一つ持つ。 中央液胞の貯蔵以外の主要な役割は細胞壁に対する防圧の維持である。液胞膜に存在するタンパク質によって水分子やカリウムイオンの出入りは調節されている。浸透によって水は液胞内へ拡散しようとするため細胞壁へ圧力がかかる。水分が失われると防圧は大きく低下し細胞は原形質分離を起こす。 液胞による膨圧は細胞の身長にも必要とされる。細胞壁はエクスパンシンの作用によって部分的に分解されており、比較的強固でない部分が液胞からの圧力によって拡張される。液胞による膨圧は植物が直立した状態を保つのにも必須である。中心液胞の別の役割は細胞質のすべての内容物を細胞膜の方へ押しやることであり。 これによって葉緑体は細胞の表面に張り付いて光に近づく。多くの植物は細胞質の物質と反応する物質を液胞に貯蔵している。草食動物などによって細胞が破壊されると2つの物質が反応して有毒な物質が形成される。ニンニクの場合、アリインと酵素アリナーゼは通常隔離されているが液胞が破壊されると 酵素反応によってアリシンが形成される。玉ねぎを切った時のシンプロパンチ RS オキシドの生成も同様の反応である。菌類の細胞の液胞も植物と同様の機能を果たすが、一つの細胞に複数の液胞が存在することもある。酵母の細胞の液胞は形態が迅速に変化する動的な構造である。液胞は 細胞の pH やイオン濃度の向上性の維持や、浸透圧調節、アミノ酸とポリリン酸の貯蔵、消化などの多くの過程に関与している。有毒なイオン、コバルトイオン、鉛イオンなどは、液胞に輸送され、細胞の残りの部分から隔離される。動物細胞では、液胞はほとんど副次的な機能を果たしており、液素細胞質やエンド細胞質の過程を補助している。 動物細胞の液法は植物のものよりも小さく通常は多数が存在するが液法が存在しない細胞もある。液素細胞質は細胞からタンパク質や脂質を放出する過程である。これらの物質はゴルジ体で分泌症法に取り込まれ細胞膜へ輸送されて細胞外環境へ分泌される。液胞は選ばれたタンパク質や脂質を保持し輸送し 細胞外環境へ排出するための貯蔵商法である。エンドサイトーシスはエキソサイトーシスの反対の過程であり、様々な形で起こる。食作用は細菌や死んだ組織など、顕微強化で観察可能な物質のかけらが細胞に取り込まれる過程である。これらの物質が細胞膜と接触すると細胞内への貫入が引き起こされる。貫入部はくびれ切れて、 物質を内包する膜で閉じた症法となり、細胞膜は再び完全な状態となる。陰作用も本質的には同様の過程で、違いは取り込まれる物質が液体などの顕微強化で観察できないものであることである。食作用と陰作用はどちらもリソソームと関連して行われる過程であり、取り込まれた物質の完全な分解はリソソームで行われる。 サルモネラはいくつかの種の哺乳類の液胞に取り込まれた、後、そこで生存して増殖することができる。ありがとうございます。